皆さんこんにちは、ヘルツ電子の寺田です。今回第8回スマート工場エキスポに出展いたしました。今回は品質と安全のポカヤケの製品を展示いたしました。こちらのコーナーではコネクター環合のポカヤケを展示いたしました。今回初めての展示といたしましては、こちらのコネクターを片側をセットした状態でもう一方のコネクターを環合すると発信する仕組みの製品を展示いたしました。こちらのコネクター環合の引っ張るチェッカーは環合されている状態ですと引っ張った時に信号を送信します。半環合の状態ですと引っ張った時に抜けますので送信いたしません。こちらのコネクター環合チェッカーはコネクターがしっかりと環合されている状態ですと送信いたします。こちらが半環合の状態ですとチェックしても送信しない仕組みとなっております。こちらのコーナーでは塗布作業のポカヨケを展示いたしました。今回初出展としましてはこちらのディスペンサーの方に送信機を取り付けまして、こちらのボタンを押すと定量塗布が可能です。定量塗布のタイミングでこちらの送信機から送信することが可能です。こちらはプライマーの塗布のポカヨケとなります。プライマー作業で3秒間、規定の作業をしたときに送信が可能です。こちらはネジロック材のポカヨケとなります。ボトルをこちらの角度で押したときは送信しませんが、中にセンサーが内蔵していまして、こちらの角度でボトルを押すと送信する仕組みとなっております。こちらはロックタイトのポカヨケになります。こちらのハンドポンプを握ったタイミングで送信することが可能です。こちらのコーナーでははめ込み作業のポカヨケ製品を展示いたしました。こちらのスナップリングプライヤーの方はスナップリングに挿入しまして握ったタイミングで送信することが可能です。こちらはTリングのはめ込み作業のポカヨケとなります。TリングホルダーにTリングをはめた状態でTリングをはめ込んだときに送信する仕組みとなっております。こちらはメタルクリップのポカヨケとなります。こちらもメタルクリップをはめ込むところにはめまして、こちらのポークで押し込むことによって送信が可能です。こちらは R ピンのポカヨケとなります。こちらにマグネットがついておりまして落ちない仕組みとなっております。ピンをはめ込んだ時に送信が可能です。こちらは USB 電源供給の検査のポカヨケです。こちらの USB 電源供給がない場合ですと送信しません。電源供給がある状態ですと送信いたします。こちらはピンゲージでの穴計の検査のポカヨケとなります。穴の計が規定より小さい場合は送信しません。穴の計が規定の大きさの場合は送信する仕組みとなっております。こちらはスタッドボルトのポカヨケとなります。植え込みが
束している場合は送信しません。植え込みがしっかり規定の高さになっている場合は送信する仕組みとなっています。こちらは割りピンのはめ込みの検査のおかよけとなります。中に、バネが入っておりまして、一定の力で引っ張った時に送信する仕組みとなっております。こちらは牧田様の昨年発売しました新しいスクリュードライバーのモデルとなります。ヘルツ電子の無線ユニットを内蔵できるようになっております。締結しますと緑のランプがつきまして、こちらの受信機の方でカウントダウンがします。こちらの製品は雨竜製作様のシャットオフするタイプのエアツールになります。こちらのエアツール変換ボックスと接続しまして、シャットオフのタイミングのみ送信することが可能です。こちらはシャチハタ様のボルト締め付けマーキングスタンプと無線機を組み合わせた、製品になります。こちらのボルトにスタンプを押しますとアイマークがつき、無線送信することも可能です。ヘルメットを未着用時に設備の動作を止めるシステムをご紹介いたしました。作業者がヘルメット未着用時にヘルメットセンサーが反応し、すぐにロボットの動作を停止し、 PLC を経由し WCP-LR16J から信号を発信し、回転灯を点灯させます。ガス検知器の遠隔監視システムをご紹介いたしました。作業者が装着したポータブルガスモニターが異常を検知した際、周辺の作業者や管理者にリアルタイムで通知を行います。またアプリケーションシステムアンナイルプラスを使用することにより一元管理が可能です。今後対応する利点ケーキ様のガス検知器として CX04BP GX2100 をご紹介いたしました。